はい、こんにちは。今回はね、ほろ酔いのサイダーサワーです、ね。これを飲んでみたいと思いますね。音がいいね。こういう風な感じの。うん、サイダーの味わいと、もうほろ酔い加減が、ほんといい味ですね。で、ほろ苦くて。非常にまろやかで、うん、ほんとサイダーの味ですよ。あ、でもこれあれだな、お酒っていうのは最初からしてくるね、これね。うん、これは後からお酒の味がじわってくるっていうのは変わらないんだけど、これに至っては最初からお酒の味がしてくるね。うん、でそこにまろやかなサイダーの味がシュワーってくる。でもあのサイダーは、まあ、三ツ矢サイダーとかよく知られてるけど、ああいう感じのサイダーでシュワーっとした程よい味っていうのかながあって、これはこれとして結構いける味わい、うん、なかなかこのシュワーっとした、うん、こう味わいっていうのがなかなか良くて、これはこれで結構、うん、いい味かもしれない。白いね、あのなんていうんだろう、本当に牛乳じゃねえな、なんだろう、あの牛乳みたいな、練乳って言った方がいいのかな、まあ、そういうような感じの、まあ練乳ほどじゃないんだけど、ただちょっとホワイトの、まあ、カルピスみたいな感じかな、言ってみたいな、カルピスみたいな感じにサイダーの味がシュワーっとして、これは結構いけるね、いい味わいだなというふうに思います。どうもありがとうございます。